皆様こんにちは。 Bonjour à tous. Enchanté, comment allez-vous? 突然失礼いたしました、改めまして皆様こんにちは。尾上千晶と申します。今日はこうして私の YouTube、マイチャンネルとしましては、デビュー作、初著作となります、この VTR をこうしてご覧くださいまして本当にありがとうございます。今日こうして皆様と出会えたこと本当に嬉しく、そしてきっと未来にもまたあなたとご縁があると素敵な予感を感じながら、まず今日は最初にということで私について少し自己紹介をさせていただきたいと思います。一応、サンプルと思っているので、ラーメンお湯入れて出来上がりまでに終わらせるつもりですので、どうぞ今しばらくこのままお付き合いいただけたら嬉しいなと思っています。では早速参りましょう。私、まず過去の尾上千晶、過去の私は、はい、宝塚歌劇団におりました。ご存知の方もいらっしゃると思います。そこでですね、私は超レアな、体験をいたしました。というのは、まず入団してから8年間男役、そして一大決心をしまして、なんと性転換いたしました。5年間娘役を経験し、今からそうですね約4年半ほど前に無事に卒業いたしました。そして次に現在の私、現在の尾上千晶は宝塚を卒業後、あるものと電撃的な運命の出会いをいたしました。さて、それは何でしょう。それは虎と小鳥のフランス日記という、あるフランス語の学習コミュニティと運命の出会いをいたしました。そもそも私はもうパリが本当に大好きで愛してます。もうパリは私の恋人と勝手に思い込んでますけれども、そこでその虎と小鳥のフランス日記は私にフランス語はもちろん、それでフランス語だけでなく、なんと宝塚を退団後の第二の人生の扉を開ける、そして未来の私の使命に気づかせてくれました。そこで私は今現在の尾上千晶は、その虎と小鳥のとフランス日記のコミュニティの中で、フランス語の猛勉強、猛特訓、猛修行はもちろんのことですが、第二の人生の扉を開けて未来の私に出会うべく今着々と準備をしているところです。そして最後に未来の尾上千晶、実はここが一番本題なんですね、ここが一番大事なんですけれど、未来の尾上千晶は、それはあなたの夢を叶える私です。例えば、そうだな、もし仮にあなたが今の自分じゃなくて、なんかもっと自分はもっとこうなれるんじゃないかとか、もっとこんな自分になりたいな、例えばもっと綺麗になりたいでもいいし、もっともっと痩せて綺麗になってもっとモテたいとか、もっと魅力的になりたい、もっと素敵って言われたい、あるいはもっとお金持ちになりたい、もっと会社で出世したい、もっとこうキャリアアップしたい、
もっともっともっと、とかあるいはもっとこううまくコミュニケーションをとって会社の人や家族ともっとうまくやってもっといい毎日を過ごしたいとか、とにかくもっともっともっとこうなりたい、もっと素敵になりたい、もっと良くなりたいって思うことってありますよね、心の中に。私もいつもそうでした。もっと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 常に欲張ってきました、でもその中で過去の私はいっぱい失敗もしたし、うまくいかないこといっぱいあったし、泣いて転んで辛いこと苦しいこと悲しいこと悔しい思いいっぱいありました。でも、その困難とか苦労のおかげでどうしたらうまくいくんだろうとか、どうしたら今この状況を乗り越えられるんだろうとか、いろいろ考えてその道中でいっぱい成功の鍵になるような素敵な宝物をいっぱい見つけて拾いました、なので今度は未来の私はその宝物をあなたの夢のために役立たせたい、あなたと一緒にシェアしたい、それが現在の私の夢です。最後死ぬ時に例えば、ああやっぱりあの時ああしとけばよかったなとか、ああやっぱりあんな自分になりたかったなって後悔したくないですよね。私が人生の中でたった一つだけ絶対これだけはしたくない、過去の私も今の私もそう思っていることがたった一つあります。それは後悔です。だから今もやってみたい、あんな自分にできることもっとあるんじゃないかなとか、もっとこうなりたいなと思うことがあったらとにかくやってみます。絶対やります。だからあなたの夢を、あなたの夢も一緒に叶える私になりたい、そのために今の私は一生懸命準備しています、そしてですね、その未来はそんな遠くないです結構近未来です。そしてなのでその近未来にあなたにまた出会ってあなたの夢を一緒に叶える、そんな私にあなたが再会できることを私はすごく期待してますし予感してます。ということで、お約束のラーメンができる時間を多分かなり過ぎてしまったと思いますので今日はこの辺りでおしまいにしたいと思います、今日は最後までこの私の初めての VTR、過去、現在、そして近未来にあなたと出会うであろう私の物語を最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。それでは最後に、私の可愛いちっちゃな恋人モンプティタミをご紹介して今日はお別れしたいと思います。ちょっとだけお待ちください。ではアビアントー。